そんな言葉はどこで覚えるんだ。そうプログラムされているのです。君はベッドや布団で寝るのかい？私の重量は120キログラムですから、通常のベッドではスプリングが傷んでしまうかと思います。俺のベッドはスチール製だ。120キロなら大丈夫だな。寒さとかは感じないのか？温度センサーはあります。気温に応じてそれを形容することも可能です。つまり寒いから嫌とかそういうことはないわけだ。言うことはできます。ふん、ベッドは一つでミントは寒さを感じないとなれば結論は一つだな。あのあたりで立っていればよろしいのですね。違う、ベッドで一緒に寝るしかないってことだ。何当惑してる？ CPU がビジーかい？変わったお方です。よく言われるさ、お前寝巻きは？就寝時に着る服のことですか？まあそうだ。必要ありません。寝苦しさという感覚はありません。気分の問題だな。気分とはどういうことでしょう？説明に窮するね。まあおいおい買い揃えればいいさ。そんなことまでしていただくわけにも参りません。遠慮までするのか？すごいな。だが必要なことだね。君はどこから見ても人間の女の子だ。これは大いに武器になる。おっしゃる意味が分かりかねます。つまりだ、君を狙う不届きな輩は君がどういう容姿をしているのかまだ知らないわけだ。つまり君が人間の生活をしていれば誰も君がアンドロイドとは分からない。メイドロイドです。じゃあここの事務所のルールを今から説明するぜ。はい。俺の命令には従ってもらう。黙ってろと言えば黙っててもらいたいし、隠れろと言えば隠れるんだ。わかりました。どのようなことでも。俺は留守がちになるだろう。だからアギオ様の生活をサポートすればよろしいのですね。違うよ、そんなことは一切しなくていい。君は退屈って感覚はあるのかな？私が退屈？そうだ。検索中です。わかりました。私がだれて嫌気がさすかということですね。まあそうだ。退屈という感覚はございません。であれば俺がいない間はこの事務所にいてもらいたい。平たく言えば留守番だ。隠れると言ってもいい。どなたから隠れればよいのでしょう？俺以外のすべてからだ。人が来ても出る必要はないし、電話がかかってきても取る必要はない。仰せの通りに。普段は寝室の方にいてくれ。着替えが必要なら俺のを使っていい。そのうち君用のを何か買ってくるよ。わかりました。本当言うと袋詰めで押し入れにしまっておきたいくらいでね。ガードというのは本来そういうものだ。私は袋詰めになれば良いのですね。犯罪者の気分になっちまうよ。しかしどうも君と話しているとまるで人間の女の子と話してる感じだ。着ぐるみを脱ぐと人間の女の子が出てくるってのはなしだぜ。あまりひどいことをおっしゃらないでください。俺何かひどいこと言ったか？ミントは寝室へ行ってしまった。アギョー様、何か気に触ったのならすまんな。なぜアンドロイドとコミュニケートなどしたことなかったんでね。メイドロイドです。それにアギオ様はごく真っ当な感想を述べたにすみませんから。皮肉もプログラムされているならすごいことだが、私は何をやればよろしいのでしょうか。
君は隠れる側の人間、いやアンドロイドだ。目立つことはなるたけしない方がいいな。わかりました。ここで立っていることにします。興味あるかわからんが、そこのテレビ映りは悪いが見ることはできる。活用させていただきます。じゃ行ってくるぜ。行ってらっしゃいませ。なんだこら、やるかてめえ。落ち着け西船橋、俺は警察じゃない。そうかバカモン、私が警察だ。そうだったか。貴様、そういえばまたやったそうだね。体力がなくなるからな、一日一回に抑えてるつもりなんだが。何の話をしとるか貴様、私に黙ってまたやりおってね。なぜ一人エッチをお前に報告せねばならん。若者、精神病院から脱走した女が殺された事件だよ。犯人は逃がしたが、アウトフィットが関係しているそうだな。相変わらず運のいいやつだ。運だけで操作ができるほどこの業界は甘くないぞ。あんたに言われたくないな。そういえば貴様、事務所を移転したな。まさかな、ここは結構気に入ってる。ではなぜ子供が事務所で遊んでいるのだ。小さなジブリな女がお前の事務所から。何？その子はどっちへ行った？セントラル街の方へふらふらと歩いていったが。まさかアーギョ、あの少女をなぜ私に紹介せん。脳みそ産んでんのか。近所のガキだな、お仕置きしておこう。で、その子はセントラル街へ行ったんだな。お仕置きにかこつけて羨ましいことをしたら逮捕する。
まさか連れ帰ってすぐに行方不明になるとはな。俺も焼きが回ったか。機械人形とはいえ俺の命令を絶対的に聞くわけじゃないってことだな。砂漠で石ころを探すようなもんだぞ。のっ、アーギョ、こらこら、邪魔だ邪魔だ。まあ、所長には従うよう言われてますからね。仕方ないですわ。なんとしても、他の人より先に見つけないと。宝龍様がそれほど気にかける相手とも思えないけど、いずれにせよその女を探し出せば全てがはっきりするわね。続々とあの屋敷から人が出てきたが、一体何が始まるんだ。から逮捕するぞと言いたいところだがな。詳しく重傷の女スパイを知らんがさ、見つけたもんに賞金が支払われるんだな。何かと競争が激しいね。さっきも別の警察官が展望レストランの営業中に張り込むとか言っていたしな。見つけたら貴様にも1割程度はくれてやるぞ。え？なに、知らない？さっさと行ってしまえ。
と言いながら自分で言ってしまった。重傷の女、誰を探しているんだあのアホは。難しい命令ですな。おお、お久しぶりですわ。怪しい警察官。いやいやいや、昼間は普通の警察官ですわ。ほら、左側をよーく見てくださると助かりますわ。違いがよくわからないですか。夜中は本館の故障に怪しいの文字が入ってるんですわ。そんなの覚えていない。寂しいですわ。ああ、そうそう、一つ聞きたいことがございましてね。職質をさせてほしいんですわ。大怪我をした女性を探しているんですよね。そのような人を見たことありますか。いや、何、親役から命令されまして。何でも大怪我をしている女性を探すという、全くもってあやふやな命令でして。ですが、他の警察官もこの女性を探しているんですわ。一体どんな女性なんですかね。私の見るところですな、猿議員のご令嬢ではないかと。その女性が実は暴走族のご令で、危険暴走行為をやっているさなか事故って大怪我を負ってしまった。まあだが、しかし身分が身分だけにことを公にできない議員先生は、密かに警察ルートを使用してマスコミより先に娘の確保に乗り出すと。とまあ、こう考えると辻褄が合いそうな気がするんでさ。交番勤務20年の本官はかように推理するのですが、そんな女性知りません。知らない。